小麦やライ麦など穀物をふるい分ける動作をインドヨーロッパ語ではケリと呼びました。前の動画に出てきたカー、穀物の変化形で穀物をふるい分ける農作業です。ラテン語ではサーとサーンの語形になり、さらにクレット、クリット、クリムになるとともに言葉の意味を発展させて、ふるい分けたから分別、判断、選別、関心といった意味の英語になりました。クレットの語形ではシークレット、秘密、セクレタリー、秘書があります。シークレットは話してと判断するから別に分けるというニュアンスが感じられます。ディクリーは法案を取捨選択した法令ですね。ここではディは教諭の接頭語です。ディスクリート、分別がある、ディスクリション、分別、ディスクリート、分離したにもクレットの語形が見られますね。クリットの語形ではクリティック、クリティシズム、クリティサイズなどがあり、いいものと悪いものをふるい分けるという原理がこれらの言葉に共通しています。形容詞のクリティカルには批判的なと重大なの2つの意味があります。この2つの意味には少し距離があるように感じられますが、重大なの方はクライシス、判断の岐路、危機から来たものです。どちらにもふるい分けるということが根底にあります。クリムの語形ではクライム、犯罪、クリミナル、犯罪のなどがありますが、これは法によって振り分けると違法だということです。ディス、話してがクリミネイト、振り分けるについた、ディスクリミネイトは差別する、名詞はディスクリミネーション、区別、差別です。人種差別といった形でよく見られますね。今回は以上です。ではまた次回。